GM チャンネルスタッフ。GM チャンネルスタッフ動画、今回担当するのは小山と宮子とエバミンと藤原です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。我々ですね、大変お久しぶりになりますが、激重震災動画でございます。激重、久々激重だ。いや、我々ですね、なかなかちょっとスケジュールが合わない時ありまして、うん、動画を撮れなかったんですけれども、大体モンタマだと思う。いや、わだつみが出たということでね。ですね、前回撮りたかったんですが撮れなかったということで、はい、わだつみ持ってる人、はい、ということでね、素晴らしいということでね、止まったらわだつみの可能性ありということでございますね。あり、はい、ということで、ちょっとタッチアカデミーもね、撮りましたんでね。そうですね、ちょっとまあ、お楽しみにということで、ね、上がってるのか分かんない、上がってるはずですからね、きっと。はい、ということで、早速、あ、ゴージャストーンも撮ったよね、確か。ゴージャストーンも撮ったから、だからもしかしたら両者お楽しみにということで、そうですね、我々はどうなるでしょうかということで、はい、初っ端にね、本当は変態持ってきたくないんですけれども、明日なんか来るというところでね、そう、あの収録日の翌日に来るのがね、はい、ちょっと10連を引くということですので、10連と特玉、特玉、ね、我々もね、結構特玉貯めまして、はい、やろうと思いますけれども、特玉7個、はい、さあ10連か特玉かどっちへ行きましょう。まあ、まず特玉行きましょう。はい、はい、はい、行きます。これね、割と出てる人多いよね。そうね、結構なんかツイッターで見るね。意外と出てんだよね。まあまあ、出たらラッキーってやつ。まあ、出たらラッキーですね。出たらラッキーですよ。引けるだけだっていいな。ちょっとね、あのやっぱシングルはシングルでゾクゾクするよね。ちょっとね、持ってるやつもふわって出てくるから。そう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 、びっくりしますよね。いや、マジで確定あるからね、シングルでね。いや、怖いよ。久々にみんなのガチャとか楽しいね。はい、ね、はいはいはい、普通にオーブ使うのは久々ですよね。そうね。3回目。はいはい、まあ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 、うえ、はい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 、まあまあまあ、だいぶ反応に困るような感じになってはいますけども。いや、まあ、こういうことで、こんなもんよ、こんなもんよ、こういうもんで、むしろ出たらやばい。たくさん出ちゃったら困るって話です。そうですね、逆に逆に7連4だって。まあ、本題が10連ですからね。ディルね、はい、ロッテね。ディルのロッテさん、ディルのロッテさんもね、あ、3回、あのまだあと3回、90にして損しないからね。そうですね、うん、十分。はいはい、まあまあまあ、ちょっと落ちたがびっくりする。確かにね、なんだってこんなもんですわ、ね。はい、あと2回サクサク引いていきますよ。おうおうおう、まあまあまあ、こんなもんですわ。まあ、そうですね。あのね、このシリーズ一番ね、あの星4巻すごくてあんま好きじゃない。言っちゃうね、それ言っちゃうね、言っちゃうね。この子たちの星4巻すごくない？わかるわかる。まあ、わかりますよ。もう一目で、うん、そう、外れ、あっっていう、違うな。デザイン的にもあっていう懐かしい感じのね。レキオですね。レキオじゃないレキオ。ちょっと似てるけど、はい、似てるけど、これもだいぶ星4だけど、フェニックスが若干近いけど、あ、ね、レキオに楽混ぜるとね、あの何？そうなんない。どうにもなりませんけど。落ちなし。はい、ということで。はい、ポンちゃん。10連。10連。いきます。また罪を持ってない。持ってない。で、ワルプルとコマッチは1体ずつ。はい。なので、まあ出ても。いいな。あなた、ちなみに劇中他は？劇中他は、ちょっと一回ラインナップ見せて。ナイチンは2体いて、ダッキーはもういいかなっていう。で、ミロクは、一体だけなので、まあもう一体言ってもいいけど、弁財天は、うん、もういいや。まあ多分、あの綿摘み以外持ってるということですね。綿摘み以外はいますね。すげえな。はい、きます。もういいです。お腹いっぱい。苦しいです。さあ、10連は緊張ですからね。いや、本当緊張。これで終わりですからね、今日は。うん、実はなんか確定はない。はい。止まろう。とりあえず止まろう。あー、止まれ。うわー、厳しい。いや、渋いんだな、これ。渋いね。いや、渋いね。渋いね。厳しい。はい、ということで、はい、
いやちょっとね悔しいですけどね。まあまあ明日も聞くんでしょ。そう、あのイースターの方をちょっと個人的に聞きたいなと、はい、どうかできればいいけど、うん、タイミング合わなかったらごめんなさい。そうね、はい、撮ろうと思っておりますぐらいということですね。はい、はい、ということで、みぐちゃんここまでということで、はい、ここで続いてペパミンいきますか。はい、はい、行きましょうか。はい、はい、ということで、ペパミンの端末ですね。さあペパさん、はい、ペパさんちなみにお持ちのキャラクターは、ですね、小町は持ってます。なんだっけ。ですね、裁判か。裁判、そういえば撮ってないな。撮ってないな。そういえばスクショできたな。弁財天と弥勒、小町を持ってますね。うん、持ってないのが、ダッキー、ナイチン、ワルプル、ワタツビ。はい。おダッキー、ナイチン、ワルプル、ダッキー、ナイチン、ワルプル、ワタツビ。めちゃくちゃ欲しいやん。めちゃくちゃ欲しい、ね、全部重心がしとるやつやん、ね、ワルプルなんかめちゃめちゃ欲しいよ。ワルプル、ワルプル強いですよね。というところで、はい、早速、はい、じゃあ引いていく。でお気づきの方いますか。星玉が、うんうん、もう星玉とかどうでもいい。あんた300個あるからもうどうでもいい。ぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけどうでもいい。いやでもなんか気づいたら溜まってましたよ。じゃあ行きましょうか、はい。ちなみに何年。そうだそうだ、こっち徳玉ね。徳玉ですね、うん、これ行きましょう。はい、はい、8個お兄さん何年すんの。あーでも今ライト300個あったんで、うん、まあ20連ぐらい。20連、うん、100個。いやなんで300個あって20連なんだよ。おかしいだろよ、もっと引けや。また何かね来るかもしれないし。はい、さあはい、修理。まあこんなもん。まあまあこんなもんです。まあまあ、普通普通。普通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 。これが普通。でも確かにこれからまた覇者塔登るってなったらもうちょっと溜まるからね。あ、まだ登ってない。登ってないってすごいよね。あ、これあ、チョコ。違う。どうしたどうした。塩っぽい感じもしますけど違いますからね。塩じゃない。ビーナス。塩じゃない。全然ビーナスです。ビーナスビーナス。はい。最近ずっと心情やってるからさ。いやわかるー。全然他の手つけてないから、うん、クエスト他何もやってないレベルで、うん、なんかあの、うん、古めなキャラが出やすい。割と懐かしい感じの。はい、藤原でした。ポンっていうワードが。藤原ポン。おい、ぽいよね。ぽいね。ぽいぽいね。今一瞬来たかと思う。あの反応させられる。ファントムっぽい感じ。そうそう、わかるわかるわかる。ファントムっぽい感じ、わかる。ファントムっぽい。エヴァンね。エヴァン。よく名前覚えてるね。俺エヴァンね、あの本当に一番最初に出たキャラなのよ。へえ。いっちゃん最初の。そう、あのそれこそ俺だってあの始めた当初やってるからさ、あエヴァンももはや強いよね。その当初エヴァン強いよ。サヤもさ序盤めっちゃ強かった。何言ってんの、めっちゃ強いよサヤ。あ、そうだったんだ。使ってた俺、意味わかんねえけどジュラザウラーで使ってたからね。ジュラザウラー、ロボットキラーなの。ロボじゃねえよ。懐かしいな。修行の旅山田にもう一回やらないって言ってみようかな。怒られるだろうけど。またやんのって。もういいっすって言いそう。宇宙は使わなかった。あ、あっさり終わった。これ で終わりましたね。はい、なんかね、あのちょっと負のオーラが今。いやこれで正常ですよ。あのまあデトックスが終わったということですからね。デトックス。はい。まあまあ時間かけた。だいぶゆっくりかかる。全然トークしてないもんね。うん。だよね。おお。なんもない。まあまあ、なんもないな、まあまあまあ、まだこれから何かあるかもしんない。まぶすね。超まぶすな。まぶすね。なんか10連ガチャ引くの久しぶりな感じする。いやわかる。うん、まばたきはなかったね。なんもないか、ね、2回転もなかった、うん、大丈夫か、おくらにならないかこれ。さあ、いやーもうー、神経違う違うぞ。神経いいけどね、いいけ
ど結構ねあのペパさんはね止まらないときついよ ね引いてないから、そうですね、引いてないから止まるんだから確かに信玄2体目かな、あーあー2体目ならまだ全然、うん、結構、まあ、使うキャラではあるけど、うん、まあまあまあ、うん、まあ、まあ、星玉星玉あそう星玉かここからおい怖いね怖いねまぶすねよし、いや、やっぱ楽しいよ久々に、ね、楽しい、ね、人のガチャを見る、はい、あー確定がないけど頑張れ、おやスズランかまーわしーあこれ何体目かスズラン何体目初ゲット、いや初ゲならいいよ、いいけど初ゲはまあスズランは多分重心化も待ってるし、あこれがスズランですか、ね、なんです一瞬ノイシュに見えた、うん、ノイシュではない、あそうこれスズランスズランです、はい、あーなるほど、まあでもね俺絵柄めっちゃ好き、絵柄すごい好き、いいよね、私もスズラン好き、この色合いといいな、だから本当に重心化してもっと綺麗なイラストになったらいいかな、うん、イラストな、イラスト、うん、なったらいいなと、ペパさん終わらないでしょ、そうねまだ10連すからね、そうね、うん、まあ行きましょうか、はい、限定みたい、さ、うん、何でもいいから限定みたい、ちょっと渋い、渋い感あるな、いや噂では渋いと噂ですよ、まあね今回渋いと噂ですよね、今回はい、まあ、とりあえず止まってくんねえかな、そうですね止まってほしいですね、何かしら何かしら止まってほしい、おお止まった、おなんだ、おやった素晴らしい、やった素晴らしい、あこれは嬉しい、これは強ギャラですわ、ラスボットいいな、ありがたい、いやそう前から欲しかった、あれさ確かシュリンガーラの極みが勝てないって言ってたよね、シュリンガーラの極みそうですよね、そうそうそう、めちゃくちゃ使えるやつだよね、勝ったわ、あ勝ったかい、極みはもう勝った、いやそうそうそう、いいなランスロット、ランスロットな、ランスロットはいいよ、あいいよ、よかったよかった、おー来た、おーハーレー、ハーレー、いやハーレーめちゃくちゃ強いよ、ハーレーめっちゃ使いますよ、えぐいわハーレーは、尖るときすごいよ、ハーレーはやばいよ本当に、ハーレーだってあの意外とずっと生きてるからね、生きてます生きてます、やっぱあのデーバだったとか、うん、ああの弱点キラーがやっぱさなんかね、うん、どこにでもね A か B とかにいるのよ、いますね、ダメモに、なんかもうさ弱点キラーの時もとにかく使いよね、そうこいつすげえ強いよマジでいいね、うん、ハーレー持ってなかったならもうめっちゃいい、持ってな、うん、ハーレーとハーレックス、ハーレックス持ってない、いやめっちゃいいじゃん、よかったいいっすね、そしてランスロットいいなてかな、どっちも激フルそうね激フルキャラ、いやでもいいね、ダメオはランスロットはいい、ランスロットはね、そうそう、なんかあの当初受信化した当初そんなにめっちゃ強いとか言われてなかったけど、そうそう、だから、うん、だからその後株上げて、そうずっと株上げてるからね、で最近だとランスロット X の方がなんか修正だったっけ、ロックスもで強くなったっていう、うん、いや嬉しい、全然強いです、いや全然いい結果でした、うん満足、いいあお兄さん終わり、終わり、やめときましょうはい、はい、ということで、はい、ペパさんはこんな感じでございましたと、続いて、藤原いきますか、はいはい、はい、ということで、3番目藤原がいきまーす3番目な、はい、あ今マイクみやこちゃんがね遠くにしてくれましたね、はい、ごめんねちょっと藤原がちょっとマイクはい外れてたかもしれな いあいつもまた俺が声でかいと言っちゃうちょっと後ろ下がるねちょっとあっちも後ろ下がるうるさいってよく言われるからさあ徳玉、うん、全然関係ないけど、はい、前回のプロスピの時は、うん、俺は全部俺が喋ってるところをゴエちゃんに合わせて全部全部音量あの編集で書いていくからねそうね、だからどっちが悪いのかだよねそうそれは分かんない、そうね俺の声のトーンが大きすぎるのか藤原が小さすぎるのかっていうところで二人が悪いかもしれないし、あそうね、一つ言うと声のでかいゴエちゃんの方にマイクが向いてくるそれはダメですよそれはダメだよあそれはそうだよそれはダメだよ今回もポジション悪いな、声でかい二人がね、うん、真ん中にいてね、ちっちゃい方が端っこにいるだいぶ声低いなーって全部俺にしてる、まあどうなってるんでしょうかね、やれやれ、はい、もういけいけじゃあ、まず徳玉8個、はい、はい、いやなんかみんな8個とか7個とかだね、いやなんかこれさ最高何個いるんだろうね、25個って本当にいんのかな、絶対ないよ毎回5個とか、そう毎回5個はすげえよ、私4回連続1でしたもん、そうだよね、俺1212だった
うん、エヴァン、ね、出るね。エヴァンな。俺も1212だったかな、うん。うん。それぐらいですよね。やっぱね。じゃあ最後あのイベクエのやつね。そうそうそう。ここでちょっと出したいよね。ぶっちゃけ。まあそうですね。見たい。うん。俺あのちょっとでかくてびっくりした。まあまあ。まあでもさ、ここ4人分合わせたらね、まあそこそこの量にはなるから。そう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 。なってますね。そういえば。1体ぐらい出ても。8？ 7？ 7、8、8。15、23。で俺も8だから31？ うんうん。なんか出てくれても別にね。ね、31個だから。俺結構特ダマで出る方だしな。うん、フラグですか。フラグ逆フラグ。エヴァンほら見るな、迎えに来たよって言われたよ。見るな、エヴァンばっか来ますよ。これエヴァンばっか来るよ。エヴァン祭りですよ。エヴァンとあのなんだっけ、あの楽器の子たちばっか。バンド組める。バンド組めるやつ。まだ多分赤来てないから。メンバー全員揃えて。ああ、あそっちが来た。ちょっとドキッとしちゃうな。わかるわかる。色合いカラフルだとちょっとドキッとするあたり。わかりますね。非常にわかる。ある意味特ダマだと緊張しない分出たら嬉しい。そうですね。油断した時にハーッ出てくれたらいいですけどね。おおいいね。チャイコフ好き。まあまあ、にぎみ玉。にぎみ玉。チャイコフはもう、ね、速攻運枠まで育てるね。しても演出来ないですね。確かに、まあ、脳演出ですね。脳演出。まあ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 。アルミラージ。まあまあまあ。はい。紙ができますよ、アルミラージ。アルミラージ。おめでとうございます。全然貴族性っぽくない感じね。わかる。うん。いやお前機械。ね。なんか毛の色白いから光かなって思ったら機械。またお迎え来てる。おかしくね。またお迎え来てる。やばい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 。やばいやばい。おかしいだろうがよ。やばいやばいやばい。やばいやばい。アビリティすごいね。飛行とシールドブレイカーだった。やばいやばいやばい。やべえやばい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 。どんだけエヴァン出る。エヴァンばっか出てる。ね、エヴァン祭り。珍しいよね。エヴァンばっか出るって聞いたことない。ね。ああ、最後は違ったか。まあ、こんなもんですよ。はい。あっさり。はい、じゃあ。ちなみに、はい、狙いは全部。もんでないんでしょ、確か。劇集一回見てないんだよね、確か。劇集ね、ほぼ引かない。超重だよね。超重しか引かないかな。あのサブアカを持ってるので、うんうん、逆に言うと劇中サブアカなんですよ。おでサブアカはダッキー、ナイチン、ベンザイと魅力かな、はいはい、持ってるんで。あ、ちなみにあの僕のゴエモン2端末今1750ぐらいあるんですけど、無課金のやつね、うん、あまだ開放してないね。いつ出したらいいかもう分からなくなってきてしまってあのいつ出してほしいか教えてください。コメントで書いてください、はい、ぜひ、はい、何年いきましょう。やめてよ、うかよう、よう、よう。10かなと。あ、10、うん、みんな今回少ないね、うん、まあ劇中端末じゃないんで。劇中端末じゃねえってなんだ。劇中端末。まあまあまあ、パワードなの。まあまあ、でもちょっと小町が欲しいんだよ。小町ね。小町。ぶっちゃけ。なのでまあてかワルプルも強いし。うん。さあ行きましょう。限定欲しいな。ないない。外れろ。失調。ちょ。二周。ないない。ないか。確定はない。なるほど。おお来たよ。来た。エヴァン。おお、吉田松陰。松陰。松陰先生。いいじゃん。松陰先生。あのなんかあのあれだよね。爪みたいなブブブブってやつだよね。なんだっけあの。シャキシャキって隠す。あのあのあれだ。扇形拡散弾ピザみたいな。そうそうそう。そうそうそう。扇形拡散弾だったかなんだかそんな感じ。ラウドラとか。そうそうそう、そんな感じだった気がする。はい、行きましょう。いいじゃん、持ってない。あくぅ、エヴァンはいなかった。どうすっかなちょっと、ね、悩んでるよ。でもね、多分ね、藤原もう10連行くとするじゃん。もう10連行ってたまっちゃうんだよな。もう10連行って3回行ったら。そしたらさ、そうそう、もう10連と、うん、もう10連と3回って全部爆死したことになるから。そうそう、あ、そっか、星玉が見えてきちゃう。星玉が見えるんだよね。なるほどね。見えるっちゃ見える。いや、行くか。さあ、勝負を。まだ登ってねえしな。仕掛けました。まだ登ってないですね。こういう時意外と出たりするからね。悩んだ時
ない。確定がないのがちょっと渋めですね。なかなかね、難しいね。アーラミスは違うけど、いらねえ。アーラミス、ちょっと良くない、ちょっと良くない、逆にまずい。あれ、これなんでしょう。5回にやった。5回、25万いける。あ、いける。いけても悲しいけどね。いけても悲しい。5回連続爆死ですもんね。さあ、な、いったね。いや、もうここまで行ったらでしょ。そうだね、うん、あのね、こういうのを皆さん、キショビキって言うんでしょ。キショビキ、ちまったではその ぜひ、立ち赤でキショビキをお楽しみください。立ち赤だった。はい、はい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 、しらぬいさんだっけな。しらぬいさんですね。はい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 。もうさ、5年もモンストやってるとさ、うん、星夜の名前すら覚えちゃうよね。あ、そう。さすがに全員はあれですけど、ただ見慣れた子はあいつだなってのは、だいたい俺、星夜の名前、絵で、あの、佐護城ね、カッパさん、あ、カッパ、佐護城か。あの、台湾版ではかっこいいと噂の。そうなん？らしいですよ。ええー、ちょっとあのね、いやいや、いい、ここはもうだって。ここは別に流さなくてもいいぐらいの感じ。アメジスト、うん、宝石シリーズですかね。いつからだっけ、星4が出なくなったの。なんか、いつの間にかなくなりましたね。途中からなくなったよね。途中からですね。確かに追加とかしないのかな、さすがに。もうしないんじゃない、コラボ以外。コラボはあるけど。コラボは来ましたね。アスモデウスでしたっけ。アスモデウス、アスモデウスはね、意外と使えますよ、うん、進化するとキラーのルーキーが確か、うん、さあ、ラスト。いや、ラストラストになっちゃうあれだけど、うん、でもまあ、ほぼラストだろうな。ラストいいでしょ。こっからね、あの、ラプンツェル3回出すとか言ったらちょっと笑っちゃうんだけどね。はい、3回オチを目指してほしいですけど。はいはいはい、はい、トリスタン。トリスタンね。オッケーオッケー。はいはい。まあ、まあ、ましたよ。まあまあまあ。はい、確定。はい。まばたき。まばたき。まばたき。せめてオベロン。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 なぜオベロン。もう一周しろ。しないで。壊す。いやどうですか。持ってる3体目か。あー、半蔵。まあね、いいキャラだったけど、半蔵ちゃんちょっと使わなくなってきちゃった感はあるよね。半蔵ちゃん、そうだね、最近3体だよね。まあ2体、いや、っていうかもう逆に今ワープキャラが強いの出すぎてるからな。そうですね、割と増えてきてますもんね。いや、あとさ、変な話、最近よくわかんないけどさ、ワープをもろともしない系多くない？マナとかさ、あ、なんかもう通り越して強すぎるみたいなキャラが多すぎてさ。そうね、打診弁も持ってるのか。じゃあもうますますだよな。打診弁もあります。はい、はい、元気出せって。構える出すんかい。いや、羨ましいけど、羨ましいけどさ。はい、ということで、はい、藤原、こんな感じでございました。はい、最後は私が確定を出して終わりましょう。お、フラグ。はい、ということで、五右衛門端末でございますけれども、はい、私も、徳玉から行きの、まあ、20連やろうかなと。星玉たまるしね。たまりますね。あ、なるほど。はい、ということで早速徳玉8個でございます。やっていきたいと思います。うん、うん、まあ、ここはね、サクッとサクッといきますよ。いやね、ちょっと今日渋めでしたからね、皆さんも。大丈夫か、確定出せるのか。どういう感じだったんだろうな。何の話だ。何の話だ。切らねえぞ、多分。切らねえぞ。私が編集だったら切らねえぞ。確かにな。さあ、うん、まあ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 、もうね、あの3人が慣れすぎてね、どうでもよくなってる。そんなことないですよ、ちゃんと見てます。チャイコですよ、うん、はい。あ、俺ボックス大丈夫かな。あ、もしかしたら途中で整理するかもしれない。可能性は、うん。でもさ、一回さ、年末年始にもらったもんね、うんうん、一気に。あ、もらいましたね。増えたから。ボックスキャパ容量もらえるってすごいよね。なかなかね。あれびっくりした。珍しいですね。そう、あれは嬉しかった。割る気がしない。うん。なんかよほど氷回ってて合成するの忘れてたとかじゃないか。そう。溢れない。人魚な。人魚、くるみ割り。くるみな。くるみん。ここ最近だと静香ちゃんで溢れたぐらいで。あ、静香ちゃん。あ、静香ちゃん溢れますね。あれは
勝手に雫ちゃん溢れるからね。自動合成できないからね。あなこいつちょっと星5感のやめてほしい。でも実際確か星5制限使えるとこありましたよね。あった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 、書こうともあったよ、使えるとこ。はい。ちょっと出てもいいな、出てもいいな。ピノキオさん、ちょっと出てもいいな。ピノキオさん、ちょっと出てくんないかな。あっという間に溶けてる。ちょっと出てもいいんだけどな。今のところやっぱみんな星5出てないですね。別にちょびっとでもいいんだよ。ちょっとさ、ちょびっとでも。アンジスト、はいはい、うんうんうん、どうします、最後エヴァンのを迎えだったら。うん、ちょっと落ち着くわ。一回切り替えた。うん、ちなみにどれが欲しいとかってあるんですか。え、俺でもさ、青少納言欲しくない。クロスティンガー、俺だから俺この小町持ってないから、そうです、ね、クロスティンガーをそんなに使った試しがないんだよ。あ、そういうことね。強いけどさ、クロスティンガーをさ手持ちに置いときたい感もあるね。はい、まあ青少納言だからね、まあ来るでしょ。そっちが来たから、ドラムが来た。なるほどなるほどなるほど、バンドが来たぞ。俺が一番言ってたやつが来ちゃった。一番言ってたやつ。ということで10連に行きたいと思いますけれども、はい、我この3体持ってない。ああ、このどああいい3つともこの3体持ってない。今日ピックアップ最高。おお、うん、今日ピックアップ最高マジで。ほんと久々ガチャだからね、うん、ちょっと多少緊張するね。緊張する緊張する。さあ行きましょう。確定。うん、まぶたきなし、はい、ストライク、ショットショットショット、もう一周しろ、しないね、うん、ちょっと確定じゃなくてもいいから。おっ、おっ、きた。おおー、べ、なんで、これあれだ、ベッテルギウスじゃなくて、ベッテルギウス、ベッテルギウスで合ってるっけ、ベッテルギウスだっけ、あれ違うかな、あの、星星座シリーズですよね。そう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 、まあ、なんとも言えないけど、うん、いや、全然、ニューキャラだからね、最近のキャラなんで、嬉しい、全然嬉しいよ、これは。ベッテルギウスかな、確か、うん、まあ、なんだっけな、ベッテルギウス、合ってた、合ってた、合ってた、あのリゲルとかベガとかと同じシリーズですよね。そうそうそう、ワープキラー状態以上ダメ、埋水ダメよ、ブラウンダース、まあね、うーん。いや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 、なんたってまだね、あのこれからっていうか、まあ最新っていうか新しめのキャラですから。そうだね、ベガとかが有名なだけでね、うん、そうだね、ベガが有名。あ、そっかそっか、まあ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 、まあ、あと10連やりますから、あと2回爆死すれば。戻るわ、ピックアップだよね。はい。一応確認。一応ピックアップっていうことを確認してね。そうだね。いや、緊張するな。確定来たらもうどれも嬉しいってことだ。そうだよ。ですね。まあどれも嬉しいっつって確定来て弁財天来る可能性があるけどね。ああ、そっかそっか。今日の3体だけとかじゃないですかね。そう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 。はい。ストライク。シャット。シャット。シャット。まあ。フラグは折られましたね。お？やばいか？おお、アンデルセン。あ、アンデルセンか。アンデルセン。違うな。聖騎士キラー。いや、わかる、アンデルセンも。あれ確か M か L かになったんでしたっけ？情報修正されましたよね。三体目なんだよな。進化の方が L になったんだ。うん。わ、こっちも多分タンタン縮ってなかった気がするけど。重力マイン。いやー、まあいや、あのね、なんだっけ、アバロンだっけ？アバロンですね。使えたんだよね、こっちがね、確かね。そうですね、最初使ってた、うん、確定来ないね、来ないね、限定来ないね。泣きそう、とても泣きそう。頼むよ頼むよ、書いて、いやー頼むよ、もうせめて持ってないキャラ、いやー、いやー、商品。何体目？二体目。ああ。いや、進化したけど。進化したけど。結局だったな。したけど。けどちょっと使わねえな。したけどな。
オーバー。まあもうこれはね、明日取るかな。取れたらね。うん。ということで、なんて残念な結果になってしまったんでしょうか。まあ、これ本当にお蔵入りなんじゃないかな。いやー、危ねえな。いやでもほら、ペパミンがいいのは当たってるから。あ、そうだね。まあ、そうですね。うん、はい、ということで皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、今回の結果ぜひ最高だったという方はぜひ教えてください。逆に最低だったという方もちょっと楽しみにしておりますので、はい、はい、ということで、今回ここまででございます。はい、どんどんね、我々もガチャ出していきますんで、はい、クエストも出したいね。ああそうね、歴王とかやりたいんだけどね。ああ、真珠ね。はい、ということでそんな感じでございました。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。言えよ。さよなら。